マイケル・ペレスは、プエルトリコのカターニョ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。愛称は、マイキー。2011年の MLB ドラフト5巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスで、プロデビューし、7試合に出場して打率。217、日本塁が。 三打点、一盗塁を記録した。2012年は、パイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイでプレイし、58試合に出場して、打率、293、10本塁打、60打点を記録した。2013年は、A 級、サウスベンド・シルバー・ホークスと、A 級バイ・セイリア・ローハイドでプレイし、2球団合計で93試合に出場して打率、二百八 7本打、三38打点、1盗塁を記録した。2014年は、A 級、サウスベンドでプレイし、98試合に出場して打率。238、9本打、三35打点、1盗塁を記録した。2015年は、A 級、ケーンカウンティクーガーズと、A 級バイセリアでプレイし、2球団合計で89試合に出場して打率。二百十。 4本類四打46打点、5盗塁を記録した。2016年は、A 級バイセイリアと AA 級、モービルベイベアーズでプレーし、2球団合計で86試合に出場して打率。234、四本類二打29打点、1盗塁を記録した。2017年は、AA 級、ジャクソン・ジェネラルズとトリプル A 級リノエーシズでプレーし、 二球団合計で83試合に出場して打率。284、6本塁打、45打点を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2018年はトリプル A 級リノでプレーし、58試合に出場して打率。284、6本塁打、29打点を記録した。二千十八年七月十五日に、 マット・アンドリーストのトレードで、ブライアン・シェーファーと共にタンパベレーズへ移籍した。翌26日には、メジャー契約を結んで、アクティブ・ロースター入りし、同日のボルチモア・オリオールズ戦にて、8番、捕シュで、先発出場して、メジャーデビュー。4回表に、アレックス・カップから適時にル塁打を放って、メジャー初安打、初打点を記録した。 この年メジャーでは24試合に出場して打率。284、1本塁打、11打点を記録した。2020年10月30日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。